じゃあ行きましょう。ゼシカの服もっと欲しいな。ゼシカの服欲しい。もっとあのビスチェ的なやつ着させたい。どうしてあんなものがこんな何もない荒れ地に。あれ、あんた旅の人かい。まあいいな。向こうの荒野に変な形の岩山が見えるだろう。ほら、荒野をよく見てごらん。あの、どでかい船みたいな形の岩山だよ。まさかこんな荒野の真ん中に船があるはずないが、しかしどうも気になるな。似たやつがもう一人と。この崖の下の荒野では質のいい岩塩が取れるんだ。それを掘り出しちゃ町に行って売りさばいて金を儲けてるのさ。そうか。どこだ？あの、あれかな？遠いな。近づかなきゃわからん。じゃあ、行きますか。ちょっと戻らなきゃいけない。さあ、倒していこう。一撃重いな。マッスルウータ。まあ別にね、MP 温存する必要ないからね。うん。ゴリゴリいくよ、ゴリゴリ。こっち降りて、こっちだな。さっきのところはさ、ルーラー設定できるのかな。荒野の、あ、あるね。よしよしよし。オッケーオッケー。爆弾は先に壊す。メガンテとかマジやめろよ。いいよ、不思議な踊りぐらいはいい。ちょっと岩をさ、先に壊そうよ、みんな。岩はちょっと真面目にやばいからさ、こいつ。オッケーオッケー、ナイスナイス。そういえば友達にさ、爆弾岩にめっちゃ似てるやついるんだよね。めちゃそっくりなんだよ、爆弾岩に。爆発しそうで怖いんだよ。ここまっすぐでいいのかな。あれか、ちょっと見えてる、あれだな。よし。発見。ドハンドから。泥人形っていいよな。泥人形のフィギュアとか売ってないかな。泥人形好きだわ。これ完全にそのモンスターズのジョーカーの時のドロシーちゃんが好きなだけなんだけどね。これは船だね。船だね。間違いない。これは船じゃ。パルミドで聞いた古代の船じゃぞ。船だね。
この船を我が物とすれば、憎きドルムゲスのやつめを追うことができようぞ。しかしどうやって海までこの巨大な船を運べばいいのじゃ、わしには見当もつかん。せめてもう少し海のそばならどうにかなるものを。そうじゃですか、ちょっと地図を見せてみる。まずここがわしの城じゃ。ここか。うん。ふむ、めめ。つまりこの船は城の真南にあるというわけが意外とそばにあったんじゃな。これは城に戻って図書室で古い記録を調べれば何かわかるかもしれんぞ。ジェシカよ、城じゃ、トロデン城に戻るぞ。ああ、さあ、支度をせい。はい、わかりました。ってことで、どうやら、トロデン城に向かわなきゃいけないみたい。左の、あれかな？抜け道っていうか洞窟みたいなところを抜けて、行くんでしょうね。で、左下にあるお城みたいなやつが、メダル王だね。まあ、行くことはないでしょう。うん、行くことは絶対にないと思う。じゃあ、行きますか。トロデン城向かおう。まあね、まあ、図書室？本を調べるってことなんだけど、まあ言わんでおこうか。知ってる人は知ってるけどね。うん。まあ、彼の力をまた借りることになります。うん。ね、ヘチマウリね、ヘチマウリ。マヌーサはあれか、杖装備してなくても大丈夫なんだ。それは、結果的にラッキーだったな。ほんとこういう脳筋の敵にはね、マルーサとか、いいからね、うん。当たらなければどうということはないから。よいしょ。よし。さあ、武器落としてくれてもいいんだぜ。満タンしときまーす。はい。なんかジェシカの後ろ姿見ながらさ、あれ、こうやってゲームしてるとすごい癒されるわ。癒しだわ。癒しだ。もうちょっとさ、短めのスカート履いてくれんかな。いいわいいわ。わろとるぜ。この岩わろとるで。まあ、ラリフォー聞くんだったら怖くないね、正直。時すでに遅しだぜ。はい。なんか左の奥の方気になるけど、まあ、まあ、道なりに行こうか。左の奥の方なんかありそうだよね。6だったらなんか上登る階段があるみたいな。下世界から上世界に登る階段があるみたいな。こっち。うわ、多いなー。倒す。あ、ベギラもあるし、ベギラも使っていくか。やめろ。ヒャダルコ。イオ撃ってほしかった。いいね。痛い。あとは物理で攻めるか。
ザキ。ザキはいいね。うん、この AI がさ、CPU がさ、使ってくれるザキは、ほぼ確定と言ってもいいよね。うん。ほんと聞くときにしか使ってくれないから。超ありがたい。よし。お、武器。ポンチョー、これは嬉しい。ちょっと待ってね。他何か作れない？エビ側のムチは、鱗ついたもの持ってないしな。斧ないしな。いや、ないないない。もうないか。なんかさ、なんか無理かな。皮の内と、鱗ないもんな。コウモリの羽2枚なんかできん？無理？無理？マジで？マジで？ラッキー！まず装備装備。あ、もう急激にヤンガス。ヤンガス一人だけなんか防御力くっそ上がってるんだけど。誰か装備できない。敵ない。まあまあまあいいや。うん、ヤンガスに壁役になってもらえれば。回復。それよりコウモリの羽が何になるかがすごい気になるんだけど。二つで。装備品かな？アイテムかな？これ8匹いるよね。まあ、キングスライムしてからでもよかったけど、まあまあいいでしょう。採掘とかできないの？これ。モンハンか！モンハンか！ちょっと待って、左、あれなんだ？左行けんのかな？こいつがやばそう。ナイス！あ、普通に行ける。行こう。あれ？こうか。教会だね。教会だね。寝とるやつはほっとけばか。ゼシカが攻撃するのはまあ許す。ククールは許さん。これヤンガス、あと鎌さえ手に入れればもう最強じゃね？こんにちは。こんにちは。このような寂しい土地の教会にお客様が来るなんていつ以来でしょう。以前はこの辺りももう少し賑わっていたのですが、今ではすっかり人通りも途絶えてしまって、
これも北にあるトロデーンのお城が呪いの茨に覆われて滅んでしまったからですわ。ですわ。トロデーン城には魔法の鍵があるって聞いたから訪ねたのに、まさかあんなことになっているとは。旅の人たち、悪いことは言わないからあの城には近づかない方がいいよ。呪われたくないならね。おっと、怖がらせちゃったかい。そんなつもりはなかったんだが。まあそんなことより何か買って言っておくれよ。見るだけ。ああ。止まります。だから今、錬金中だから、ちょっとあんま戦んとってくれんかな。あれ、何こっち来た？何こっち来た？じゃあセーブしよう。セーブして今日は一旦ここで終わるかな。うん。ちょっとね、ちょうどサイコロを使い出した、ところからずっと撮影してるんで、一回編集でどういう感じにするかっていうのを決めたいし、一旦今日はここで終わるか。もっとやりたいんだけどな。もうちょっとやりたいな。トロデン城まで行きたいな。どうしようかな。編集しよう。はい。では、本日はここまで。次回はね、トロデン城行って、あの船をね、なんとかしようと思います。お疲れ様でした。